はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。扁桃腺が腫れた。まずは、ガチャです。ん？あー。全部プリキュア。しゃべりは少なめいきたいと思います。お、またバフ石をたくさんいただきました。これが、ガチャ引いてみてもいいな、と思うようになりますね。ゼロ。ゼロです。全く何もやっていない。ちょ、100位までですね。無理です。はい。さあ、これで入球です。SWBC ですけど、無理です。はい。10月を一周ですか。秋天あたりもいいかな。ちょっとレースを見てみましょう。秋天が10月を5周か。凱旋門賞はちょっと間に合わない。一方、メルボルンカップちょっと気になりますね。1000枚か。挑戦してみてもいいな。スタミナを重視したい。まったけか。スタミナを調教すると。スピードは、スタミナ除去すると適正距離が上がります。今3周ですね。もちろんスタミナをこれ鍛えます。
スピードアップですかね。メルボルン行ってみましょう。もちろん横乗りです。ベスト体重ですね、これが。人参ですか。じゃあ、調子を回復させましょう。さあ、これでレースで出走です。480キロか。そんなに重くはない。どっちや、こっちがいいや。おっと、ちょっとベストの馬体重が増えてるぞ。圧倒的一番人気。距離が問題ですね、やっぱり。60.5 キロか。なんか世話されてんな。と、結構、あれですね、接戦ですね。一応な、ボックスでも行きますか、馬券は。フォーメーションだったっけ？いや。ボックスか。生まれ1、4、7、20枚。さあ、3200m 長距離のメルボルンカップに出走です。果たして、ややベスト距離よりは長いんですが、これを乗り越えることができるかどうか、お願いしますよ。おお、区間すごいな。長さを感じさせますね。頑張れ。ウィンチェスターですね。前メルボルンカップは挑戦、別の前に挑戦したけど距離長くて背面先頭だったけど、あの支えて負けたような記憶があります。今3番手ですかね。
そして2番手にニオット、ここにいた型のカービン、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。その内からはグリーンモーン、そして外からは5番キャバルリーマン、差が開いてアメリカイン、それから2番レッドカドウ、その外に6番ビオレンテ、マウントアトスが並んでいっています。それから足毛の馬体、ボバライシ、ルーナテンはそのうちにいます。ウィンチェスター、これがしんがりであります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭を行く3番フレンカダムホールド、2馬身リード、これを追って11番ニオットであります。注目の型のカービンと横山騎手、1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。そしてそのうちに1番グリーンムーン、外から1頭5番キャバルリーマン、なかなかいいとは思うんですが、残り600、直線へ。さあ、上がっていったぞ。差しに行く。さあ、グリーンムーンとか来てるが。さあ、アメリケインが一番伸びてるが。これは強い。足と落ちしたぞ。素晴らしい。文句なしの勝利です。やっぱ勝ったらあれですからね。能力も上がりますからね。私強いのか、この馬も。まあ、放牧させましょう。いや、素晴らしい勝利でした。あと、少しね、2万です。1万ですね。というわけで、今回、メルボルンカップを見事勝利することができました。はい、これも皆様のおかげだと思っております。タイトル欄の右側にチャンネル登録ボタンありますので、まだお方、ぜひご協力よろしくお願いします。高評価、コメント、ブログ、ツイッターなどへの拡散も歓迎しております。はい、またですね、コメント欄に、我が、ゲーム動画で行こうのブログ、ツイッター、の URL アドレスが表示されていますので、よろしければ見てください。また、この動画最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。そちらも、時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。